これまでのアーマードコア6。疲れると語彙力が失われて、マジかしか言えなくなる。小指ぶつけただけで死ぬ。ここで煮栄養飲まされてたまるか。今お弁当があるから戦ってやってもいいぞ。コード23現着。オッケー、よし勝った、生きてる、よし。そんなグイグイ進んでいくの？こっから先はまあ割とサクサクいきますよ。やめるやめる、アーマードコア6やめる。やめるなやめるな、もうやめるな、ミコチやめろ。完璧すぎるのができた。やばい、やばい、テンション上がる。やばい、これはテンション上がる。やば、カラー変えようぜ、カラー、カラー変えようぜ。ごめん、ガチでデザインする。ごめん、マジすまん、マジすまん。かっこよ、かっこよ。こだわった方がいいです、より愛着湧くし。いやー、ありがとうございます。かっこいい、マジでかっこいい、これ、これかっこいい。特に買えるやつは買ったんで。その説は世話になったね。とりあえず今のまでのジェネで不満がないようならそのままで、うん、一つ掃除を頼みたい。特にない。誰かさんが暴れてくれたおかげでうちの警備はボロボロだ。そこをついてくる商売敵のドーザーがいるのさ。ジャンカーコヨーテス、連中は私らを目の敵にしていてね。いつも嗅ぎ回り、隙あらば噛みついてきやがる。まったく強量でつまらない連中だよ。だが言った、連中が使ってる MT は闇市に流れたうちの製品だ。あれ、もう頭も手足もバカ揃いだが、道具選びのセンスだけは褒めてやろうかね。さあ、あんたが散らかした分は片付けてもらうよ。ウェイトコントロールなんてのがあるのか。この場合は余計散らかるか。まあいい、分かったらさっさと出な。始めるよ、ミスター。つまらない雇用手どもをぶちのめしてきな。すでに成功できているようです。停止しましょう。おい、エイチが出てきたぞ。見たことねえ機体だ、カーラの野郎。ビジターに金をつぎやがったな。パンチャーとキッカーを使わせろ。終わったんだけど。でまあね、壁越え、バルテウス、海越えと来てね、そろそろ何か来るでしょう。内容を確認してみましょう。はい。独立傭兵レイブン、お、あなたに引き受けてもらいたい作戦がある。我々の起とするアーキバス占領下にある壁の奪還。壁？また壁？そこに至る重要な一手を。あなたに頼みたい。あ、壁いっぱいあるのか。目標は当該拠点の指揮官、おお、ベスパー第7隊長スインバーンの暗殺だ。わあ、じゃあこれボスクラスだな。拠点への侵入者および依頼者を特定するための監視部隊を多数抱えている。なるほど。壁の奪還計画を秘密裏に進めるには隠密での作戦遂行が不可欠。なるほど。あなたの助力が得られる。
られることを願う。ついにミッション海越えということで来ましたと、まあ、かなりですねチャット欄にビビらせられてますが、まあ私ならいけるんじゃないかと。ちょっと一日置いちゃってるので技術的な部分がどうなってるかなっていうところだけが心配なんですが、まあね強くなりました。このスピリットオブファイア機体めちゃくちゃ強くなったんで、いけるんじゃないかということですね。ローザーの言うことをどこまで信用していいかは分かりませんが、情報を得る意味でもまずは話に乗ってみましょう。死んだカーラ、彼女の二つがハイカブリですが、シンデレラだ。これはルビコニアンの間でアイビスの火の生き残りを指す言葉になります。あ、そうなんだ。あの災害が起きたのは半世紀も前のこと。ドーザー特有のヨタ話のタグでしょうか。いや、生きてんじゃない。強化人間も40歳の体だけど90歳の人がいるみたいなこと聞いたことあるよ。あなたと出撃するのはこれで3度目ですね。イチャイチャしようぜ、エアちゃん。少し慣れてきました、エイブ。かわいい慣れてきたらしい。うわぁ、慣れてきたらしい。僕と出撃するのがチュキだわ。いけるぜ。メインシステム、戦闘モード。で、強化人間061とかなんか言われたじゃん。あれが何なのかちょっと気になって強化人間を調べたんですよ。あのめちゃくちゃエグかったら、あの改造されてんだな。やべ、マジで改造されてるんだ。で、この改造人間の通じ呼びっていうのが初期なんだね。初期のアーマードコアで5万円ぐらいの借金をしたら改造人間にされちゃうっていう。強化人間か。アーズマックさんこんばんは。だからこいつも数字で呼ばれてるっていう、強化人間だからっていう設定を引き継いでると。いや、一発生きたらいいけどね。いけないかな。マーカー情報を送信します。カーラの言う通り、このコードは封鎖衛星の狙撃圏内になっているようです。なるほど。やべ、うおえー、なんだ。え今何が起きてんのこれ。はい、わドローン飛んでる。はい、あれじゃあ、ああいうの倒さない方がいいのか。はい、マジか、見つかっ、うん、ああ急いで、ああ見つかったら即倒せば OK。 あ、なるほどね。あ、ちょっととりあえず見つからない方向性で行こうや。こういうなんか隠密的なのはね、僕割と本分なところあるよ。ちょっとねつまんないかもしんないけど、まあせっかく暗殺って言われてるんで、今回はできるだけ殺しはしないようにね、暗殺でいきましょう。ああ、いやでもあいつらは多分前しか見えてない。あいつら前しか見えてないと思う。多分ダチョウと同じぐらいの視野角しかない。あいつ前しか見えない。余裕すぎるもっと速度上げてもいいかもしれない。嘘殺せ。ふっ、たく、なんだこれ。衛星レーザーなんだこれ。様式美じゃねえんだよ。何これ。無理無理。え、なんでいけない、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 いけない。ほぼ全6日が通った道です。やばいぞこれは。エレベーターで右下あたりから地下入ればいける。入れます。右下あたりから。 OK。 あ、こんな、こういうことなんだね。私は草、私は草。
あ、ちょ、早く行って、早く行って。あれを向けられたらもう殺しましょう。あれを向けられたらもう容赦なく殺そう。こいつか。あ、全然違うわ。違う、機体の回収ばっかしてる。これがミッションじゃないのに。あ、違う、これ戻ってきたんじゃないの、もしかして。焼かれるんじゃないよ。やるじゃないか。よし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 。これでどこだ。もうむしろ向けられる前に殺す。オッケー、楽なミッションだったぜ。あ、目標夜景に出てるの。目標は普通に帰ってるは。何、なんか来てね。いや、もうプラズマライフルしか俺もう愛せない。プラズマライフルしか愛せねえ。よし。え、私だ、私が来た。あいつか、死ねえ。いや、暗殺じゃないんかい。暗殺一撃で終わらないんかい。ちょっと待って、暗殺だろ。一撃で終わらなければ暗殺失敗だよ。あぶれ。どこの雇われか知らないが、傭兵です。違った。いやー、よかった。やるじゃないか、ビスタ。え、ハオリ。おい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 、こういうことか。こういうことね。こういうこと。こっちはな、前回から一生懸命お前目当てで行け、やってんだよと。雨雨雨と。うわあ、補給取らない。待って、あった、補給。嘘。待たねえよ。誰が待つか。私はベスパー。うわー、聞くわけねえだろ。お前の話なんか聞かん。やかましい。ほい、かかっかかっ。ほい、オッケー。非常だ。しょうがないじゃないか。しょうがないじゃないか。ほら。しゃ。余裕なんじゃないの？
ちょっと溜まってこい溜まってこい早く溜まってこい。撃て。まだか。来なかったか。どんな激しさ。落ちろ。うちの製品開発のヒントにもなりそうだ。ああ、久々にポールに届く大気なんだね。くそ、これズリアートちょい。もう一つ溜まってこい溜まってこい溜まってこい。課題終わったらもう終わった。頑張ってこい頑張ってこい学生さん。これが動力に使うなんて。よっしゃー、うまかったんじゃない？ 4 回目ぐらいでサクッといけましたね。いやー嬉しい、強くなったって実感がある。パイル強えー、よかったんじゃない？動き方どうだった？皆さん、あの僕の指導をしていただいてる皆さん、視聴者の皆さん、僕どうだったでしょうか？うまかったんじゃないかな。始めるよ。いや嬉しい、なんか強くなった、僕の期待が強くなった感がある。すげえ嬉しい。ところでビジター、すげえ嬉しい。あんた、あのウォルターに飼われてるんだって？主人を選べる犬はいないが。あ、オランジュ、オランジュ終わった、海越え、海越え終わったよ。結構早かったわ。じゃあねー。初回は農家で、あ、じゃあ2回か、じゃあ2回目だわ。あ、それからもう一つ。やったー。こいつはあくまで物資輸送のための代物だ。荒いよってことかな、運転が。ここをピュンって行くんだよね。友人で打ち出されるのはあんたが初めてになるだろうね。死ぬなよってことかな。怖いんだけど、ちょっと待って。怖いんだが、そういうことこのタイミングで言うのやめてもらっていいですか？不運なあんたの幸運を祈るよ。このルビコンを滞留するコーラルたちの声が。ウォルターの見立ては当たっています。コーラルはこの捨てられた極地のどこかに。俺また自覚なしに殺した。グリーン急いで脱出しよう。分かった。もう死ぬしかないな、これはちょっと無理だ。分かんないんだもん。